日本の美術で現金する修華堂絵画骨董買取プロの田中でございます。さてですね、この後ろにかかっている扇面扇形の掛け軸はこれ何かというとですね、一見して誰だかさっぱりわかんないですよね。はい、これはまあ、大正期の、まあ、なんていうんですかね、何人かの美術家だったらこの辺誰が描いてもおかしくないな、このちょっと、ま、丸っこい漫画チックな絵ですけども、実はこれ福田平八なんですね。もう全然わかんないと思いますけど、まあ、福田平八郎の絵をご存じない方は、最初からわかんないかもしれませんけど、平八郎というのはミニマリズムというかね、日本画を非常に抽象的な絵画の池にこう少しずつ押し出していてですね、まあ、非常に上品な日本画家であり、なんていうかしら、まあ、日本画をやっぱ近代っていう時代に合うようにしていったっていう意味では非常に大きな存在だと思うんですね。大分の人ですね。でその扇面の図でですね、まあ、大や有料っていうのかな、まあ、これ大体夏の夜にですね、まあ、家族が涼んでるはずっていうのは、まあ、江戸期からですね時々あった課題ですけど、まあ、それをちょっと文人画風にアレンジした絵ですね。ということで、福田平八郎の絵についてお問い合わせありましたら、こちらの絵画骨董買取プロ 01-20-126-510 ライン査定もご利用いただけます。はい、ありがとうございます。